登山道に仕掛けた無人カメラは、様々な野生動物を捉えることができる優れものだ。森の中やあなたの家の周りでの彼らのいろいろな動きがわかる。さらに、夜間の不審者のおかしな行動をキャッチするのにも最適だ。しかし、そのカメラが説明のつかない不気味なものを捉えてしまったら、時としてカメラには奇妙なものが捉えられてしまうことはある。なんだか不気味なもの、心底震え上がるようなもの、明らかなフェイクなもの、様々あるが、それが何なのか、何が起こっていたのか、見る者には理解不能なものが存在する。ここではその中から背筋がゾッとする15の写真を見ていくことにしよう。クーラー代わりにはなるかもしれない。登山道に仕掛けられたカメラに動物が映っていることはごくごく普通のことだが、こうしたカメラのすぐ前に誰か人間が映っていたら、それはかなり異常だ。この写真は男か女かわからないが、奇妙なローブのようなものを着た不気味な人物が明かりも持たずに森の中に佇んでいるように見える。周りには他に動物はいないようで、こんな夜中に人が一人で森の中にいること自体がゾッとする。辺りは真っ暗で何も見えず、進むべき方向もわからないのは言うまでもない。一体何があったのだろう？この人物は道に迷って、なんとか帰り道を見つけようとさまよっているのだろうか？しかし、この人物がカメラの存在を知っているように見えるのはなぜだろう？夜に森の中で幼い少女に出くわしたら、ものすごく怖くないだろうか。この写真の少女は、鹿にすっかり引きつけられているように見える。この写真が恐ろしいのは、少女の体が透けているように見えるのに、鹿にはその姿が見えているらしいことだ。こんな小さな少女が真夜中に森の中に一人でいるなんて、尋常ではない。この少女は、単に無遊病だと言って片付けることもできるかもしれないが、そんな風にも見えない。動物には霊が見えるというから、道に迷って両親を探している少女の霊を、たまたまカメラが捉えてしまったのかもしれない。この写真の背景に何があるとしても、背筋が凍る状況であることは間違いなく、夜にこんな光景に出くわしたくない。この写真の鹿は何かにすっかり怯えているように見える。その後ろから空飛ぶ生き物に追いかけられているようにも見える。しかし映像は途中で終わっている。背後の空飛ぶ生き物はムササビのようだが、はっきりはわからない。この小さく見える生き物が鹿を追いかけているのか、それとも2匹とも背後の暗闇の何かから逃げようとしているのだろうか。いずれにしても、この写真からは、これらの動物たちが明らかに警戒しなくてはならない何かに怯え、必死で逃れようとしている様子がわかる。特にこれは真夜中の森の中の場面なのだ。もちろん動物たちは単にフラッシュの光に怯えただけという説明もつくかもしれないが、はっきりしたことは誰にもわからない。白いシャツにシルバーの半ズボンを履いた少年がうつろな表情をしている。道に迷ったようにも見える。まるで催眠術をかけられたかのように、体はここにあるが、心はここにあらずという感じだ。この子は単に無遊病なのか、それともたまたまカメラに捉えられた何らかの霊なのか、またしても疑問が湧く。もし彼が幽霊なら、通常の幽霊写真と比べるとあまりにも写真が鮮明すぎる。霊は大抵透けて見えるものだが、この少年は実体のある人間のように見える。家に帰る道に迷ってしまったのかもしれないが、そうだとしても、こんな真夜中に随分長いことさまよっているようだが、それにしてもリアルすぎるのはなぜ？死神を信じる人にとって、この写真は震え上がるものであることは間違いない。だが、この死神はおそらくフェイクだろう。大釜を持ってカメラを直接睨みつけているが、
白塗りの顔はマネキンに死神装束を着せているだけという印象が否めない。しかし死神の右手の左側を見ると動いているようにも見える。この人物は山の中の境界線のような場所の内側あるいはすぐ外にいるようだ。さらに写真の下の方にはマイナス3.9度という外気温が示されていて、まともな人間なら玄関の中いたずらをするためだけにわざわざこんなことをするだろうか。しかしハロウィンが近い日付であることを考えるとカメラの持ち主を驚かせるための単なる馬鹿げたいたずらとも考えられる。最も不気味な写真の一つ、白い寝巻きのようなものを着て、白髪を頭の後ろで一つにまとめた老女のように見える。多くの疑問が湧く。この老女は、こんな真夜中に森の中で一体何をしているのだろうか。もともと登山道カメラは、普通は人々が通らないところに仕掛けるものなので、この疑問に答えるのは難しい。このシーンはまるでホラー映画のワンシーンのようだが、カメラはこの一瞬しか捉えていないので、前後の状況はまるでわからない。一つだけはっきりしていることは、夜中に老女が寝巻きだけの姿で森の中をさまよっているこの状況は、決してまともではないということだ。ここは周りを木で囲まれた揚げ田野のようだ。そのど真ん中、遠くの方に小さな人物が立っているのがわかる。これは人なのだろうか。一見して奇妙な白いオーラに包まれた男のようにも見える。中心の黒い部分は人のように見えるが、実際は一体何だろう。鮮明な写真ではないので、これを撮ったカメラはかなり古いようだ。また奇妙な卵型の物体の前に黒い空き地が広がっている写真のようにも見える。この写真の出どころが誰にもはっきりわからないことを考えると、写っているものが何なのかを解明しようとしても無駄だ。もちろん様々な噂はあるが、あれこれ憶測するよりもまずは確認することが先だ。何があったのか、この先も誰にもわからないように思える。旧の写真の直前に撮られたもの、奇妙な白い光のようなものが写真上部の黒い物体を囲んでいる。一見 UFO のようにも見える。 UFO のほど信じない人はこれはフェイクだと考えるだろうが、世界中の UFO 信者たちはエイリアンや拉致についての説をいろいろ語っている。エイリアンは自分たちがカメラに捉えられていたことを気づかなかったのだろうか。いずれにしてもこの写真はとても古く、これにまつわる真実は明かされることはなさそうなので、全くの謎のままだ。この写真が持つ不気味さと謎はどうにも拭えない。写真のタイムスタンプによると、この不気味な写真は2012年11月11日午後7時23分に撮られたらしい。写真には直立して地面を見つめるものが写っている。毛が長くぼんやりしているが、正体は何とも言えない。たくさんの動物たちが森の中を歩き回っているのだから、時にはカメラが非現実的な不気味な姿のものを捉えてもおかしくない。写真の生き物はサスカッチかビッグフットの変形のようにも見えるが、実際には何なのか知るチャンスはないだろう。通常の動物が後ろ足で立っているだけなのかもしれない。この生き物の後ろには足跡のようなものが張り、その足跡をこの生き物が追っているようにも見える。夜にこんなものに出会ったら悪夢に違いない。奇妙な黒い生き物が森の中を走っている。猿のように見えビッグフットだという人もいる。しかし写真は不鮮明で、この生き物の正体ははっきりしない。こうした写真はたくさんなり、本物なのか偽物なのか判断するのは難しい。しかしこれは仕掛けられていた登山道カメラの写真なので、ビッグフットの可能性はかなりあるかもしれない。この写真が奇妙なのは、この生き物が猿のように見えること。もう一つはこの写真は
まだ日がある時間、おそらく太陽が沈もうとしている頃に撮られたと思われるが、6時18分37秒というタイムスタンプが朝なのか夕方なのかについては謎だ。またしても森の中の子供の写真、2頭の鹿が写っていて、1頭はカメラに近く、もう1頭はもっと後ろの方にいる。その左後方に1人の子供が立っていて、何かに怯えているように見える。カメラのフラッシュのせいなのかもしれないが、この子は道に迷って帰り道を見つけられないのかもしれない。この女の子がここにいる理由が何であれ、鹿は全くこの子を怖がっていないようだ。普通、鹿はとても臆病で、人間を怖がるものなので奇妙だ。もしかしたら、森の中で悲劇的な最後を遂げた女の子の霊を捉えてしまったのかもしれない。それとも、単にこのカメラがキャンプ場の近くの登山道に設置されていただけのことかもしれない。でも、こんな小さな女の子が明かりも持たずに、夜遅くに森の中を歩き回っているのはなぜだろうか？7の写真にはまだ続きがあった。写真がブレているので、この生き物が動き回っていることがわかる。フードをかぶっているような姿が、とても背が高いことを考えると、非常に不気味だ。まるで幽霊が何もない矢を、ただあてもなくフラフラしているようにも見える。夜遅くにうごめくこのような不気味な存在は、気味が悪いことだけは確かで、これを捉えたカメラの持ち主は、この映像を見たとき、同じ気持ちだったに違いない。残念ながら、タイムスタンプは表示されていないが、ぼやけたこの人物は、写真を撮られていることに気づいて、カメラから遠ざかろうとしているように見える。この写真については、一言で言って恐ろしい以外の何者でもないだろう。このようなものに森の中で絶対に遭遇したくない。写真には、うつ伏せに倒れている人が写っている。その足元には、血と泥にまみれたカバンがある。そばには人に似ているが、奇妙な生き物が鏡込んでいて、それはカメラの方に向かって手を伸ばして、まるで誰かを捕まえようとしているかのようだ。頭はヤギ、羊、と人間のアイノコのようで、長い角に尖った耳、足にはひづめのようなものがある。デジタルの数字のせいで、フェイクのようにも見えるが、恐ろしい想像力をかきたてられ、夜に出くわしたら、とても正気ではいられないような恐ろしいものだろう。夜の闇の中、森の奥深くに存在する生き物たちの中で、獲物である他の動物に忍び寄るもの以上に恐ろしいものはない。この写真を見た多くの人が、これは噂のユーマ、ジャージーデビルだと思ったかもしれない。時刻は何時頃かはわからないが、写真には今にも画面の端から逃げ出そうと飛び跳ねている鹿が写っていて、その反対側の端には飛び出た黒い目、悪魔のような頭、背中には翼、尻尾を持つ奇妙な生き物が写っている。それは四つん這いになっていて、角があるようにも見える。これをジャージーデビルと信じる人もいれば、まだ未発見の単なる新種の動物だと見る人もいる。話が大げさになった憶測ばかりがある一方で、真実は今だ。真夜中の森の中をうろつき回っているのだ。この写真の生き物はいろいろな呼び方をされているが、これがこのリストの中でダントツに怖いのは、あまりにもリアルに見えることだ。この生き物はレイクと呼ばれることが多いが、夜、人が住む家にやってきて、命を取ったり、怖がらせたりする伝説的な生き物。長く骨張った白い腕が異様に盛り上がった肩から伸びていて、大きくて白い頭、陥没した鼻、大きな白い目をしている。口の中には歯はないようで、写真を撮られたことを喜んではいないようだ。この生き物が何であれ、こんな恐ろしいものに追いかけられて逃げる羽目になるのはごめんだ。